はい、会場にお集まりの皆様、こんにちは。約3年ぶりにこちら桜まつり開催されるので、この会場にも足を運んでおります。地元佐世保の牛尾蓮と申します。本日は本当にいろんな状況下の中でこの祭りを作ってくださっているたくさんの方に心から感謝を申し上げます。そして今日見に来てくださっているお客様一人一人のこの視線やこの期待度、こういうキャッチボールがあるというのが本当に嬉しく思います。今から踊る曲は玉振りと言います。玉振りというのはですね、日本の古い神道の中にある儀式の一つです。心を震わせて、魂を震わせて、本当に私たちが思っている心の奥底にあるものは何なのか、それを見極める、そういう昔から昔から行われている儀式があります。それをですね、踊ってやります。踊って私たちは本当に何がしたかったのか、生きててよかったと思うこと、世界が平和でありますように。この佐世保の祭りが来年も再来年もずっとずっと開催されますように祈り願いを込めてお届けします。どうぞよろしくお願いいたします。Thank you.
って大切な2日間となることをお祈り申し上げます。結び蓮でした。ありがとうございました。ありがとうございました。どうもありがとうございました。結び蓮の皆さんでした。もう一度大きな拍手をお願いします。お願いいたします。いや、とても躍動感あふれる演技でしたね。若い動きを